こんにちは、マット好きです。今日から、今まで一番年上だった21日目の、赤ちゃんたちは、これで一旦赤ちゃんの動画からは卒業をさせたいと思います。こっからは、9日目の子と7日目の子たちを撮っていきたいと思います、なぜかっていうと、すごく動き回って危ないっていうのと、あとはラビットとチビウサ以外はね、もう新しい飼い主さんが決まっているのでね、あんまり撮るのもどうかなと思いまして卒業させることにしました。で、この子たちの変化というと、ミニちゃんの子がね、少しずつ茶色みがかかってきましたね。マルがね、ちょっとね、茶色みかかった子なので、パパに似てきたのかな？本当にね、頭のあたりがそっくりですね。完璧にね、ミニちゃんの子はね、マルの子ですね、完璧に。この子たちは、海ちゃんの子ですね。2日ちょっとね、ミニちゃんよりも早いので、ちょっと毛のね、生え際が、ちょっと長めに出てきてます。あと、5日かな、6日ぐらいしたら歯も生えてきて、ちょっと食風はし始めるとは思うんですけど、まだまだね、赤ちゃんです、完璧に。ね、これからがもっと楽しみですね。ケースをね、ちょっとね、変更しました。今まで海ちゃんとミニちゃんは別々のケースでね、育ててたんですけども、同じケージに入れることにしました。っていうかもう管理がね、めんどくさくなってきたので、ミニちゃんはミニちゃんでね、海ちゃんの赤ちゃん育てたくあるし、海ちゃんは海ちゃんで、ミニーちゃんの赤ちゃん育てがあるので、お隣さんにしました。で、この子たちはね、4匹しかいなくなっちゃったので、まあ、あと14日ぐらいしたらね、2匹またいなくなるんでね、ちっちゃいケースに移動しました。ね、寂しくなりましたね、だいぶね。ジニーとね、三平は今を、お散歩中です。お部屋の中を走り回ってる途中です。なのでこの子たちは今ね、お留守番中です。はい、こんな感じでね。でもね、こうやってやってるとね、お互いがね、赤ちゃんをね、取り合うんですよね。そっちの赤ちゃんかわいいわね、ちょうだいねって言って、返しなさいよみたいな感じでね、行ったり来たりしてます。そこもまたまた可愛いですよ、とっても。楽しそうです、ちょっとね。それではね、そんな感じでね、そろそろこの動画は終了にしたいと思います。見ていただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ちょっと隣で叫んでますので、これで終了にしたいと思います。ぜひまた見てください。ラット好きでした。やめろ、口の中に入れるの。